さあドクロック毒まみれにしてやりな。私もドクロック持っとる今手持ちに。え、一匹ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで多分ね、やっぱり時間帯の問題やったんか知らんけど、このチリーンの下にちゃんと村人の人おったけん行きます。調査隊さん、うちに住み着いたチリーンの引っ越しを手伝ってくれる？どこに引っ越しさせるんやろ。結局誰かんちの家なんやねリリーン、いつの間にか軒下に住み着いててね。おとなしいけどやっぱりポケモンってどこか怖いから。チリーンが引っ越しそうな家の家主と話は通しているの。あ、マジで？あ、協力的な人がおるんやね。それであなたにはチリーンが新居を気に入るか見てもらいたいの。だって私にはチリーンの気持ちわからないから。私にもわからんけどな。まずは畑側の農家さんのお家でチリーンぶら下がれそうな場所を見つけてきてちょうだい。畑近くの農家、チリーンがぶら下がれそうな場所、畑近くというのは、あなたは別に違いますよね畑近くやけんこっちってことよね。畑近くで、ここリン、元気がなくなったよ。風向きが気に入らないようだ。あ、なるほどねそれはさ、日によるんじゃない？え、違うの？風向きって日によるくない？常にその向きなん。あ、まあ、建物の向きとかそういうのにもよるんやろうけど、向こう向きの家がいいということかな。でも気に入らんって言われても困るよね。どうするんすか？どう？そう、うちの風向きがいいのね。私も好きよ。いい風が吹くもの。お、元気元気。海辺の小屋なんてどうかしら。海風が気持ちいいわよ。いやー、でもさ、ポケモンじゃなくても、人間でも思うけどさ、海辺の風と普通のこういうとこの風って全然違くない？風が違うっていうか、匂いが違うよね。めっちゃ、海の匂いしてくるやん。それはそれで違うんじゃないかと思うんやけど。待って、どこやっけ？こっちやっけ？全然違うとこ行きよった。危ねえ、危ねえ。それはそれで気に入らんのじゃないんかな。しかも、海風ってちょっとなんか強そうなイメージあるし。もうちょい穏やかな風がいいんじゃないですか？あ、ほらほら、めっちゃ風ある、めっちゃ風ある。急にめっちゃ風ある。で、どの辺を調べればいいって？え、待って、こっちじゃない、あ、こっちか。こっちやね。間違えたかと思った。ひたすら山しかないかと思ったよ。こっちで合っとるよね、海。あ、あったあった。見えてきた、見えてきた。ここ？なんか誰かおるよ。あの人前からおった？こっちの方はあんま根拠わからんねよね。クエストでもなけりゃこん。いやー、大した景色だね。絶景かな、絶景かな。何あの緑の。めっちゃ怖いんやけど。あの風。ここはどう？うわ、元気ないよ。人がいなくて寂しいようだ。あ、寂しいん？マジか。それ、うん、確かにね。こんな場所で、うん、確かに一人にされるのめっちゃ嫌やんね。それはやっぱポケモンでもそうなんか。え？なんかおるんやけど。君たちあれ？いつも、あ、3匹おった。2匹しか見えんかった。いつも屋根の上におる子たちかな。なるほどね。昼間とかはこっちにおるんや。ん？どこやっけ？こっちか。いつもなんかどこかわからんくなるんよね。さあ、結局、やっぱ街の中がいいんやって。街と海じゃ違うよ。まだね、夏場とかやったらめっちゃ人が集まってきたりするかもしれんけど。そういうことじゃない？さあさあ、磯さん、磯さん。え、磯さんやったっけ、名前。合っとる？結局、ここがいいんやって。
寂しいそうです。賑やかな場所が好きだったのね。元気が出ていいわよね。リリン嬉しそう。訓練場なんてどう？警備隊さんたちがたくさんいるし活気もあるところよ。あくまで自分の家には置いておきたくないと。でもさっきからすごいなんかね、おばあさんとチリンは気が合うような気がするんだけどな。それでも嫌、やっぱ怖いんか。可愛いけどな、チリン。めっちゃニコニコしとるし。でもここいつも人少ないような気がする。この人しかおらん気がするけどな。どう？お、元気！めっちゃ元気になった！あ、ここならよし？大丈夫そう？君のチリンかい？よければ一緒に訓練しないか。お？どう？あ、チリンは勝負が苦手なようだ。マジで？見るのはどう？大丈夫？見るのもダメそうかな。どこだ？こっち、あ、こっちか。めちゃくちゃなんか、威嚇された。あれは？ムクバード？ムクホーク？めちゃくちゃ威嚇されたよ。戦いが苦手ってことは、なんか目そらしよったし、見るのも苦手なんかな。じゃあ、厳しいな。人が多くてもそれは厳しいな。でも戦いが苦手ってことは、すごい穏やかなチリンってことやん。ってことはもうここにおらせてあげていいんじゃない？どうすかね？ん？話しかけれてない。このチリンは戦いが苦手なようですよ。戦うのが苦手なポケモンだっているわね。ごめんね。怖かったわね。元気元気。あら、大丈夫って言ってくれてるかしら。お隣のお家なんてどうかしら。うちとほとんど変わらないし。さっき話を聞いてくれてね。チリンがぶら下がってもいいって。ほうほう、お隣ね。あのおばあちゃんが好きなんじゃないの？ここから抜けれるかな？ん？あ、普通に調べればいいんか。どう？なんか元気なくなったよ。あの調査隊さん。ん？お引越し先を探してもらって申し訳ないのだけれど、やっぱりチリーにはうちにいてもらいたいの。なんか秒で意見変わったね。数秒しか経ってないよ、さっきから。調査隊さんのおかげでチリーのことを知ることができたし、一緒に暮らせると思えたのよ。気づいたのよ。軒下から聞こえるこの子の鳴き声がもう日常なんだなって。おー、チリンも嬉しそう。チリン、これからもうちで暮らしてくれるのね。調査隊さん、お世話になったわ。村にあなたがいてくれてよかった。サブ任務85、お気に召します軒下は達成。よかったね、チリン。これからも元気で過ごしな。あなたのおかげで、チリンと暮らす決心がついたわ。ほんと、ありがとね。よし。ってことで、他にさ、何やった？ゴーリキーの図鑑も完成したけん、ちょっとこれをやっていこうかなと。建築隊の鉢。どこや？外かな？多分ゴーリキーとかワンリキーとかいっぱいおったところよね。多分。よし、行こう行こう。あ、ここかな？砂浜ベース。確か下の方におったはずやけん、あれやな、きっと。ほら、ゴーリキーの手も借りたい。よし、行くぜー。うぃー、危険。この辺、あの人や。おったー。どうも。ゴーリキーの図鑑が完成したのか。早速見せてくれ。どうぞ。なるほど。稲穂が好きなのか。それにたくましい筋力。ますます仲間にしたい。たくましい筋力はパッと見たらわかるよ。稲穂が好きなのは意外やったけど、ちょっと。何？捕まえてくるの？速攻すぎない？めっちゃ普通に捕まえてきた。
調査隊、あんたのおかげで剛力を仲間にできたよ。稲穂で釣ったの？稲穂よ、すだまを気に召したみたいでな。あ、本当にそうや。稲穂料理を振る舞う約束で仕事を手伝ってくれるようだ。ごっつ。よかったね。ポケモンの手を借りようと思ったきっかけは、調査隊の活躍を聞いたからなんだ。今後も期待してるぜ。サブ任務56、ゴーリキーの手も借りたい、達成。いいね、こうやってなんか、ちょっとずつちょっとずつ、どこだよ。私はなぜこんなところに降ろされてるの？あ、いなくなったのね、あの人。ちょっとずつちょっとずつこうやってさ、なんか、ポケモンと一緒におる人が増えてくのいいね。めっちゃ近づいてきたよ。何？めっちゃなんか近寄ってきたけど攻撃はしてこないな、この子。かわいい。それで、どこやったっけ？とりあえず一旦、ベースに戻って、はい。ポケモンの調査が進んだ。あ、チリン。なるほどね。そっかそっか。サブ系でも進むけんいいよね。一旦戻って、じゃあ雪山に行きたいんすよ。純白の凍土。どこやっけ？雪原ベースでいいんかな？あの、ポケモンを捕まえたりね、レベル上げをしたりとかを、純白の凍土でしよったんやけど、この、ロコンのサブ任務？これがさ、どこやねんってしよったんやけど、この辺、うろつきよるときにね、なんかロコンいっぱいおったんよね。多分それやと思うけん。ちょ、そこに、どのあたり？そこにね、捕まえに行こうかなと。5匹やったよね。まだあの、見かけただけで、あ、ここやったんやーって思って、そのまま放置したんやけど。じゃあ、それを捕まえに行きます。どの辺にいるんだ？でも、このあたりやんね。おるとしたら、上すぎもし、あ、あそこにおった。あそこに1匹おったよ。これもさ、真下に降りてくれたらいいんやけど、結構、前の段階からさ、行くけん。お、よし。これこれこれ。そう、一番最初にこれをね、見つけたんよ。灯火も取ってなかったな。はい、これで一匹目のロコン。てーん。ロコンは雪原ベースに向かって走り去った。かわいい。あ、で、これなんよ、これ。あのね。この辺で、うろつきよって、ベロリンガを初めて見たんよ。ベロリンガおりやんと思って。あ、そうで、捕まえて、あのね、捕まえたんやけど、このベロリンガがさ、なんか、これ進化って出とんよね。ベロリンガって進化するん。ベロリンガの進化系とか見たことないんやけど。ついにベロリンガも進化するようになったんやなぁと。どんな感じ？かわいい？え、なんか怖いんやけど。あ、かわいい！あ、かわいい！おめでとう、ベロリンガはベロベルトに進化した。ベロベルト？かわいいね。いいね。どうした？なんか、前髪巻いちゃって。この辺ベロリンガだらけやね。あとロコンどこにおるかな？あっちの方とかおったか？意外と見つからねえ。あ、間違えた。怖い怖い怖い。落ちる落ちる。とりあえず飛んで、空中から探そう。全部見つけるのは難しいかな。あ、おった！おったよ。しまって。あ、待って。変なところに行かないで。はい。違う、元気のつぼみじゃなくて。はい、2匹目。剣。疑問形。ロコンは雪原ベースに向かって走り去った。これで2匹。あ、あれもかな？え、あれそう？違うかな？ん、多分あれそうよね。あんな下の方にもおったんや。え、違う？違わんね。見づらい。
この子、3匹目。かわいい。ケオン。ロコモン、雪原ベースに向かって走り去った。あと2匹。あと2匹どこだ？わかりにくいとことかにおるかな？びっくりした。なんかと思った。ウリムやった。退屈何かないかな？お、あれってあれじゃない？あ、誰やっけ？お松じゃない？多分、そんな感じよね。ん？あれはもし、え、あれ？ロコンか？え、違うな。葉っぱやな。全然違った。一瞬これがロコンかと思った。みじんも合ってない。うん、この辺の下とかにおりそうな気がしなくもない。いや、いねえな。いないっすな。あれはまたなんか戦闘になるんかな。貴様どこに行くんだよ。お梅やった。お梅やった。調査の真似事をしてる姿、遠くから見ていたよ。さあ、毒ロック、毒まみれにしてやりな。私も毒ロック持っとる、今手持ちに。え、一匹？少ないよ。何なの君は、ポケモンを増やさないの？地図やね。その一匹だけを極めていく感じ。しかもレベルめっちゃ低いよ。こんなとこ来たら危ないって。周りにおるベロリンが全員60手前ぐらいやろ？いけー、インファイト。くそ、耐えやがった。レベル差でいけるかと思ったのに。あはちょっと待って、危険な感じがする。よし、ちょ、あ、ベルベル、ベロベルト行こう。ベロベルト言いにくい。かわいい。あ、でも思ったよりちっちゃいね。カビゴン並みんでかいんかと思ったけど。思念の頭突き。当たらねえ、当たらねえだと。あー、でもレベルが。頑張れ。思念の頭突き。何、思念の頭突きって。めちゃくちゃ物理的なやったけど。イエーイ。このすっとこどっこい。あー、己に鼻が立つ。あんまりレベルも上がらねえし。もうちょっとポケモン連れてきてよ。あたいが負けた？毒ロックがいるのに？貴様、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 貴様。ね、何？なんだよ、その後に続く言葉はないのか。ん？何か落としていったようだ。アイナは星の砂を3個手に入れた。人が落としたものを取ってはいけない。あ、待って、攻撃されるやつ。怖い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 、やめてって。ふ怖いよー。この辺とかなんかおりそうな気がするけどな。おらんのかな。ういー、やめろって。これさっきのとこか。私がロコンと間違えた、葉っぱが。あ、あれ、ロコン、おった。ロコン、おった、おった。え、なに今の。え、なんか、待って待って。ん？なにあれ。あれは、親分ポケモンかな。目赤い？見えない。でも絶対赤いね。だって周りに他にあんなポケモンおらんもん。はい、ロコン。これで4匹目。ケオン。ロコンは雪原ベースに向かって走り去った。ロコン。最後の1匹だね、君。これで全部。ケオ、ケオ。ロコンは雪原ベースに向かって走り去った。ね、さっきのさ、私のポケモンは、ああ、全然回復できてないのね。なるほど、回復もしなければ。で、どこですかね。あれか？ああ。あ、危ねえ。雪原ベースにおるんやっけ？一旦回復していい？
ふぅ。元気になった、元気に。お、集まっとったね、今。ポケモン一匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。オッケー。お、いいね。787円。調査はこんな感じ。これからどうするのですか？まだ調査続けます。じゃ、こっちの報告がね、あるんで。寝てる。疲れたんだね。いっぱい遊んで疲れたんだね。探してくれてありがとう。君のおかげでみんな帰ってきたよ。サブニーム83、真っ白ロコンの雪隠れ達成。よかったよかった。元気そうだね。ん？おや、この子はどうやら君のことが気に入ったみたいだ。君さえ良ければこの子を連れて行ってくれないか？きっと調査の役に立つだろう。ありがとう、おいでおいで。あゆな、ロコンをもらった。え、でも思ったけどさ、え、白いロコンって別におらんかったんやっけ？俺たちは当面雪原ベースにとどまるんだ。たまにロコンの顔を見せに来てくれると嬉しいよ。あざっす。